この時間なら2時間は大丈夫よね。ああ、早く会社を出られた時はやっぱり家だよな。ホテル代が節約できて助かるわ。土日は料金高くなるし、こう頻繁だとね。ああ、今日も仕事疲れたな。最近会う頻度が上がって土日は毎週のように会ってるけど、本当に奥さんにバレてない？バレないバレない。あいつは俺が仕事に行ってると思ってるから。自由に土日に出勤してもいいってどんな会社なんだよ。でもいつかはバレるんじゃない？やっぱり土日も自由に出勤していい会社って少し変だからさ。大丈夫だって。そう。じゃあこれからも今くらいの頻度で会えるのね。お前と関係を切るなんて考えられないよ。私は週に1日在宅勤務をしている。今日はその在宅勤務の日だったのだが、夫は4時という早い時間に見知らぬ女性を連れて帰宅した。私が慌ててクローゼットに身を隠すと、二人は私がいないと思ってベラベラと不倫の情報を垂れ流してくれた。また不倫現場も撮影することができた。不倫の証拠を手に入れた私は考える。証拠を突きつけて離婚するだけでは生ぬるい。夫にはもっと痛い目に遭ってもらおう。私は夫が焦る姿を想像してニヤニヤが止まらなくなった。私はミキ、26歳で事務職をしている。こないだ結婚したばかりで新婚ほやほやであり、夫のたけしは同い年で IT 系のベンチャー企業に勤めている。私は朝食を準備して優しく夫を起こすという新婚ムーブに憧れていた。しかし、それは実現する日とそうでない日がある。今日は実現しない日なので、夫の朝食を準備し、朝食は私一人で済ませて仕事に出かけた。この時、夫はまだ夢の世界にいる。これは決して夫が寝坊しているわけではない。夫の会社ではフレックスタイムが導入されていて、10時までに出勤すればいいとなっているためだ。仕事の都合によっては、早く家を出ることもあるが、日によっては私が家を出てから1時間くらいしてからようやく家を出ることもある。IT 系ベンチャーらしく、夫の会社では他にもいろいろと面白い制度が導入されている。夫はスーツを着て出勤しないし、LMS が導入されていて、研修は家から e ラーニング。ペットが他界や失恋などした場合には、昇進休暇というものまであるらしい。中でも驚いたのが BYOD だった。ごめん、仕事の電話だ。なんだろう、こんな時間に。せっかく可愛い猫動画を見てたのに、残念。夫のスマホで一緒に猫動画を見ていると、職場の先輩から電話がかかってきた。リビングの隣にある寝室へと移動して電話に出る。その向こうからは、私にはさっぱりな小難しい単語を夫が口にしている。仕事とプライベートのスマホを一緒にするのはいいことではない。最初はそう思ったのだが、これが BYOD である。BYOD とは、個人がプライベートで使っているスマホやタブレットなどの端末をそのまま仕事で使うことらしい。そのため、夫のスマホは仕事とプライベートの兼用であり、私が可愛い猫動画を見つけて夫のスマホに送ると、それを会社で女子社員たちと一緒に見ることもあるようだ。会社用のスマホを持つ必要がないので、荷台持ちを避けられたり、使い慣れた端末をそのまま使えるなどのメリットがある。事務職をしている私からすると、スマホ代の経理がややこしくなりそうなのでやめてほしいが、会社にとってはスマホを支給しなくてもよくなるので大きなコスト削減となるだろう。ただ、仕事とプライベートで兼用になるので、どうしてもセキュリティリスクが発生する。1台のスマホにプライベート用と業務用の2番号を使えるようにして、経理や
セキュリティリスクなどの対策をする方法もあるらしいが、それでも BYOD の導入は難しいと思う企業はやはり多いらしい。しかし、夫の勤める企業は IT 系ベンチャーだ。社員がちゃんとセキュリティリスクを把握して、ルールを徹底できるからこそ導入できたことなのだろう。ごめん、続き見ようか。電話を終えた夫が申し訳なさそうな表情をして戻ってきた。私たちは一緒にソファーに座って、途中で止めた猫動画の続きを一緒に見る。私と夫は大学生の時から付き合い始めていて、就活を始めた時はなんて奇抜な会社に入るつもりなのだろうと思った。この会社面白そうじゃない？出勤時間も退勤時間も自分で決められるんだって。でも IT 系よ。たけしはプログラミングとかできるの？ e ラーニングで研修するから最低限の知識があればいいんだって。最低限なら今から必死に勉強すれば間に合うって。最低限の知識なんて建前に決まってるじゃない。どうせ情報系の学生を優先するに決まってるんだからやめとけば。いや、俺はここに入る。夫は面白そうという理由だけで今の会社に入った。そんな理由で長続きするのかと心配したのだが、夫の選択は間違ってなかった。仕事大変そうだな。なんか覚えることが多くて、これからも仕事が続けられるか不安よ。たけしは仕事楽しそうね。ああ、覚えることは多いけど自分のペースでいいって言われてるしな。でも周りの先輩たちはずっと仕事か勉強してるんだ。だから俺も頑張らなくちゃって思ってさ。私が五月病で心身に疲労を感じて暗くなっているとき、夫は8月の太陽かのごとく明るく元気だった。職場環境がよっぽどいいらしく、夫だけでなく社員全員が生き生きと仕事をしているらしい。また社員のモチベーションが常に高いことで、会社は順調に成長しているようで、AI を活用したサービスやアプリ開発などで業界からの注目も集めているらしい。私は夫が楽しそうに仕事をしている姿を見て、自分の考えや経験で先入観を持たず、世の中の流れを柔軟に受け入れることも重要なのだと実感した。入社から2年が経った現在、そんな私の職場にも世の中の流れがやってきた。え？テレワークの導入？そうなの。まだ事務の人が毎週金曜だけの試験的なものらしいんだけど。そんなのサクッと導入すればいいのに。大抵はたけしの会社ほどふっかるじゃないわよ。それにノートパソコンが乗るくらいの小さなものでいいんだけど、寝室に机を一つ置いてもいい？寝室で仕事するのか？ノートで対応できるならリビングでやればいいじゃん。たけしは早く帰ってくることもあるでしょ。テレビの音があったり、近くに人がいると集中できなさそうだから。うちのマンションは狭くて、リビングか寝室しか選択肢がないでしょ。だったら寝室かなーって。別に好きにすればいいよ、机くらい。在宅勤務をするようになるということは、そこそこ大きな環境の変化だ。しかし、私は世の中の流れを柔軟に受け入れることを意識しているし、夫はテレワーク以上にいろいろな制度を導入されている会社で働いているため、全然大したこととは思っていない。そのため、まるで日常会話のように私のテレワークの話題は軽く流れ去っていった。翌月から私の在宅勤務が始まった。家では簡単なデータ入力をするようになったのだが、これがすこぶるはかどる。簡単なデータ入力でも数が多いと時間がかかる。しかも必死に数字を打ち込んでいる時に限って営業が話しかけてきたりして私の手を止めてくる。そんな邪魔が入らない自宅でのデータ入力は快適そのものだ。夫の会社はこんな風に役立つと思った制度を次々と導入しているのか。
私は夫が楽しそうに仕事をしている理由を実感できたような気がした。ただ、夫が生き生きと仕事をしている理由が職場環境だけによるものではないことに、私はまだ気がついていなかった。結婚から半年ほどして、新婚生活にも落ち着きが感じられるようになった頃、夫は土日も出勤するようになった。じゃあ行ってくるわ。晩ご飯までには帰ってくるから。いつもオフィスカジュアルで出勤する夫が、休日出勤ということもあり、いつもよりラフな格好で家を出て行った。私はちょっと複雑な気分で夫を玄関で見送る。休日出勤は基本的に忙しい時にするものだと思うが、夫の場合は違っていて、忙しくならないために休日出勤をしている。休日のお昼から会社に行って、軽く仕事をしておくことで、平日の仕事の負担を減らして楽ができるようにしているそうだ。夫の会社は自主的に休日出勤をして仕事をしてもいいらしい。自主的であっても、社員が休日出勤すれば、会社は時間外労働の割増賃金を払わないといけないはずなので、なんとも太っ腹なことである。夫が仕事を頑張ってくれるのはいいのだが、私たちはまだ新婚なので、できれば休日は夫婦の時間としてもう少し大切に使ってほしいと思っている。そのため複雑な気分となってしまう。少し悩んだが、このまま週末を迎えるたびにもやもやするのも嫌だと思った私は、夫に自分の気持ちを伝えることにした。仕事を頑張ってくれるのは嬉しいの。でも私たち結婚したばかりでしょ？だからもうちょっと夫婦の時間を大切にしてもいいかって思うんだけど。土日は仕事に行くなって言いたいのか？行くなって言いたいんじゃなくて、もうちょっとだけ頻度を落としてもいいかなーって。それって仕事に行くなって言ってるのと同じだろ？仕事するのがいけないことなのか？結婚したら夫婦は仲良く休日を過ごさないといけないって決まりでもあるのかよ。夫が仕事から帰ってきて晩ご飯を食べているときに、私は夫に自分の思いを伝えてみた。すると、夫は私の言葉にイラッとしたようで、茶碗を持ったまま私に鋭い目を向けて、私を威圧するように大きめの声を出した。あまり見ない夫の様子にビビった私は、手に茶碗を持ったまま固まってしまった。私が固まって何も言えなくなってしまったことで、夫も何も言わなくなり、何とも気まずい空気が流れる。静かになったことで、お互いの咀嚼音が聞こえ、まるで ASMR を聞いているようだ。晩ご飯の後、私は食器を洗いながら反省していた。夫の言う通り、夫婦は休日を一緒に過ごさないといけないという決まりはない。私はまた自分の考えによって先入観を持ってしまっていたようだ。また私は仕事を頑張ってくれている夫に仕事に行ってほしくないなんて非常識なことを言ってしまったのだから、夫が怒ったのも無理はない。反省した私は夫に謝り、なんとか機嫌を直してもらおうとした。謝れば夫もすぐに許してくれるだろう。そう思っていたのだが、これまでずっと生き生きと仕事をしていた夫にとって、私の言葉は思った以上に地雷だったようだ。たけし、こないだはごめんね。私変なこと言ってたわよね。仕事に行ってほしくないなんて。ああ。これからはそんな厄介女みたいなことを言わないように気をつけるから。あ、そう。リビングでテレビを見ていた夫に、私は謝ったのだが、夫はこちらを向くことなく、不愛想に返事をすると、見ていたテレビを消して寝室へと行ってしまった。私の出現によって、夫の態度は冷たくなった。周りからすれば、ちょっと夫の機嫌が悪くなっただけの些細なことと思われるだろう。人によっては、夫の器が小さいだけであり、
放っておけばいいと思う人もいるだろう。私もそう思っていたが、夫に冷たい態度を取られるようになって不安を感じていた。新婚夫婦が一緒に生活を始めたことで、性格や価値観などの不一致に気がついて、すぐに離婚してしまうことはよくある。中には、鼻毛を整えている夫を見たことで、蛙化して、即離婚を決める人もいると聞く。鼻毛が離婚の理由になる時代なのだから、私が夫の仕事に口出ししたことも、十分な理由となり得るかもしれない。このままでは、すぐに離婚した新婚夫婦のうちの一組となってしまうと焦った私は、必死に夫の機嫌を取り戻そうと、とにかく話しかけた。しかし、これは悪手だったようだ。ねえ、私がやってるテレワークって、試験的なものだって言ったでしょ？それで、いろいろ改善点が出てきてね。お前の仕事のことなんか知らねえよ。夫は私の言葉に返事をしてくれるようになった。しかし、その返ってくる言葉は冷たく、鋭く尖っていて、私の胸に突き刺さる。私が夫に機嫌を直してもらいたいと思って、しつこく話しかけすぎたようで、私は夫からうざがられるようになってしまった。これ以上しつこく話しかけると、さらに夫から嫌われかねないと思った私は、逆に夫の気持ちが少し落ち着くまで、なるべく話しかけないようにした。晩ご飯は無言で食べ、夫がリビングでテレビを見ていたら私は寝室へ行く。まるで関係の冷え切った夫婦のようだが、今は我慢する時だろう。私が夫に話しかけなくなってから3日後、私は家で仕事をしていた。そろそろ夫の機嫌が少しでも良くならないかと考え、集中力を欠いた状態で私はカタカタとデータを入力していく。仕事をしているとガチャガチャっと玄関で鍵を開ける音がした。パソコンに表示されている時間を見ると4時。普通の会社ならこの時間に帰宅することはあまりないだろう。しかし夫の会社はフレックスタイムを導入していて、午後のコアタイムは13時から15時で、土日に出勤して仕事の負担を減らしているので、この時間に帰宅してもおかしいことはない。ただ、別の点でおかしなことがある。この時間なら2時間は大丈夫よね。ああ、早く会社を出られた時はやっぱり家だよな。ホテル代が節約できて助かるわ。土日は料金高くなるし、こう頻繁だとね。夫は女性と一緒のようだ。私は寝室にいるので、はっきりとは聞き取れなかったが、ホテルだけは不思議としっかり聞き取れた。私のいない家に女性を連れ込み、ホテルという言葉が出たことで、私は夫の不倫を察知することができた。しかも、女性は私の帰宅時間を把握しているし、夫はやっぱり家が助かると言ったので、今回が初めてではないと思う。夫の不倫を知った今、私はこれからどうするべきか考えないといけないのだが、その時間があまりにも少なすぎる。玄関を上がった二人の足音が、徐々に私のいる寝室へとトントントンと向かってくる。このまま夫と対面して不倫のことを問い詰めてもいいのだが、私には不倫の証拠になるものが手元に何もない。そのため、いくら問い詰めたところで言い逃れをされてしまう可能性がある。どうすればいいかと考えようにも、あと数秒で夫と不倫相手が寝室へと入ってきてしまう。焦った私は、ひとまず私が家で仕事をしていたことがバレないようにノートパソコンを持ち寝室のクローゼットに身を隠すことにした。ああ、今日も仕事疲れたな。最近会う頻度が上がって土日は毎週のように会ってるけど本当に奥さんにバレない？バレないバレない。あいつは俺が仕事に行っていると思ってるから。自由に土日に出勤してもいいってどんな会社なんだよ。
でも、いつかはバレるんじゃない?やっぱり、土日も自由に出勤していい会社って少し変だからさ。大丈夫だって。最近、あいつに仕事のことで口出しされたから、怒ったふりをしてるんだ。もうちょっとしたら、機嫌直して、元通りにするつもりなんだけど、これで仕事のことで、やいのやいの言ったら、俺が怒るって学習したはずだ。だから、これからはいくら土日に出かけても、帰りが遅くなったにしても、仕事って言い訳しとけば、あいつは何も言えなくなるよ。そう。じゃあ、これからも今くらいの頻度で会えるのね。結婚したばっかりの時は、会う機会が減ったから、関係が終わっちゃうと思って心配したわ。お前と関係を切るなんて考えられないよ。結婚直後はさすがに時間を作ることが難しかっただけだよ。私がすぐ横のクローゼットにいることを知らない夫と不倫相手は、重要な情報をベラベラと話してくれた。どうやら私はずっと夫に裏切られ続けてきたようだ。また、これからも裏切り続けるための準備まで進行中だったらしい。事実を知った私は、夫に嫌われないように必死になっていた自分をバカバカしく思ってしまった。しばらくすると、二人が寝室から出て行った。トントントンと迷いなく二人の足音がお風呂場に向かっていくことで、夫が不倫相手を家に連れ込んだのが初めてではないと確信する。シャワーの音が聞こえてきたので、今ならこっそりと家から逃げ出すことができる。しかし、私はまだ二人の決定的な証拠をつかんでいない。その決定的な証拠を手に入れるために、私は覚悟を決め、そのままクローゼットの中に隠れ続けることにした。お風呂から上がった二人は寝室へと戻ってきた。早く早く。せかさないでよ。二人の行為が始まった。クローゼットを少しだけ開け、私はその様子をこっそりとスマホで撮影する。幸いなことに、クローゼットはベッドの足側にあるのでバレにくい。そもそも、本能むき出しでお楽しみ中なので、私が物音を立てたりしない限りはバレることはないだろう。クローゼットの隙間からの撮影で、足の方向から撮っているため、なかなか二人の顔が映らない。しかし、二人がバタバタと動いているうちに、顔もしっかりと映すことができた。これで二人は、不倫の言い逃れは絶対にできない。ただ、問題は証拠を手に入れても、私がクローゼットから出れないことだ。聞きたくもない二人の声や音が、真っ暗なクローゼットの中に流れ込んでくる。覚悟は決めていたのだが、これはかなりきつい。私は体育座りをして身を小さくし、耳を手で覆って、目の周りにシワができるほど目を強く閉じ、ただひたすら早く二人が行為を終えて家から出ていくことを願った。そろそろ家を出ないと、あいつが帰ってくるな。ちゃんと髪とか落ちてないか、いつも通り証拠隠滅お願いね。地獄のような時間は一時間ほど続き、ようやく二人は家から出て行った。ただ隠れて座っていただけなのに、まるで一週間くらい真夏の無人島に置き去りにされたくらいヘロヘロになっていて、這い出すようにクローゼットから出る。私はふらふらとリビングへ向かい、どすっとソファーに腰を下ろすと、ふーっと大きく息を漏らした。テーブルの上に撮影したスマホを置き、これからどうしようかと悩む。夫が私のことをずっと騙していたことは許せない。また、せっかくこんなに辛い思いをして証拠を手に入れたのだから、夫にも同じように辛い思いをしてもらいたい。証拠を突きつけて離婚するだけでは生ぬるいと思った私は、どうすれば夫を痛い目に遭わせられるか、スマホを前に腕を組んで考える。しばらくすると、玄関の鍵がまたガチャガチャと音を立てた。夫が帰ってきたようだ。なんだ、帰ってたのか。今日は早かったんだな。
夫はまるでさっき仕事が終わりましたみたいな顔で戻ってきた。必死に何事もなかったかのような表情をする私の顔を見ると、夫はリビングを素通りして寝室へと入っていた。夫の顔を見ると嫌な光景と声を思い出して少し吐き気を感じるので、今はその冷たい態度に感謝する。ただ、この冷たい態度も演技であることを私はもう知っている。何もかもわかっているので、夫の行動は何を見ても滑稽に見えてしまうものだ。こんな演技に引っかかって、夫の態度に悩んでいたかと思うと、自分で自分を情けなく思う。ああ、お疲れ様です。申し訳ありません。電話に出れなくて。夫は寝室で仕事の電話をかけたようで、リビングにその声が漏れてくる。ただ、これも演技だろう。私にはすべてわかる。おそらく、夫は電話をするふりをしながら、寝室では証拠隠滅をしているはずだ。電話をしているふりをしているのは、部屋でガサゴソする音が、リビングにいる私に聞こえないようにするためと、電話をしてるから入ってくるなという圧をかけるためだろう。いつもなら私が帰宅する前に証拠隠滅をしているので、今日はそんな一手間が必要というわけだ。寝室の証拠隠滅が終われば、夫は次にお風呂に入ろうとするはずだ。先に風呂入るからな。まだお湯張ってないわよ。シャワーだけだ。あ、そう。想像通りすぎて、私は思わず笑いそうになってしまった。次はお風呂の証拠隠滅というわけだ。ご苦労様です。しかし、どれだけ不倫相手の髪の毛や匂いなどの証拠隠滅をしようとしても、すでに私はもっとすごい証拠をつかんでいるので手遅れである。夫がお風呂に入ったことを確認すると、私は寝室の様子を見に入る。軽く布団の表面を見てみただけだが、不倫の形跡は全く感じられない。こうして、私に隠れてこの家で不倫をしてきたわけか。私はついさっきまで不倫が行われていたベッドを見て、だんだんと怒りが湧いてきた。ふと、私が仕事で使っている机に目を向けると、そこには夫のスマホが置いてあった。その夫のスマホを見て、私はいいことを思いつく。この方法なら私は悪くないし、夫を痛い目に遭わせられる。私は夫が慌てる姿を想像すると、ニヤニヤを抑えることができなくなってしまった。翌日、私が仕事から帰宅して晩ご飯の準備をしていると、ガチャガチャと焦って鍵を開ける音が聞こえてきた。どうやら私の作戦はうまくいったようだ。なんてことをしてくれたんだ。みんなの前で動画を再生してしまったぞ。あはは、それはさぞ恥ずかしかったことでしょうね。私を怒鳴りつけた夫の顔は怒りか恥ずかしさかわからないが、茹で上がったエビのように真っ赤だ。私は夫の会社のスマホに不倫行為の動画を送りつけてやった。夫はその動画を不倫の証拠と知らず、みんなで見たようだ。これは夫がうっかり動画を再生したわけではなく、すべて私が仕組んだことである。何が夢の中でご飯を堪能する猫だ。ふざけたファイル名つけやがって、いつもの猫動画と思って女子社員たちと一緒に開いたんだぞ。え？そんなファイル名になってた？おかしいわね。そうか、コピペの時にちょっと手が滑ったのかも。ちょっとしたミスじゃない？私はその状況を想像して笑いそうになったが、なんとか我慢した上で、しらじらしく夫に言葉を返す。夫は私の送った猫動画を女子社員と見ていたことを知っていた。そのため、ファイル名を猫動画っぽくしておけば、夫が女子社員たちと動画を見ると思ったのだ。こんなことしてどうなるか分かってんだろうな。お前は会社に俺が不倫してることを広めたんだぞ。ただじゃ置かないからな。え？どうするつもり？
夫の顔はそのうち発火するのではないかと思うくらい赤くなっていたのだが、ここからは私に反撃するつもりのようで、いやらしい表情でニヤニヤとし始めた。お前は俺の不倫を職場で広めたんだ。これは名誉毀損か侮辱罪になるんだぞ。俺に大恥をかかせたんだ。不倫のことも知られたから、もうあの職場にはいられない。こうなったら、お前も道連れで痛い目に遭わせてやる。訴えてやるから覚悟しとけよ。夫は勝ちを確信したように私にドヤ顔をしてきた。夫の言う通り、不倫の証拠の動画を会社のパソコンや会社から支給された専用のスマホなどに送り、職場の人たちに広めるようなことをすれば、名誉毀損や侮辱罪となって私が犯罪者となってしまう。しかし、今回の場合、私は犯罪者にはならない。それを分かった上で今回の作戦を実行しているのだ。どうして？あんたの会社では BYOD が導入されてるから、スマホはプライベートと兼用でしょ？私は自分の夫に不倫の証拠をつかんだから送りつけた。ただそれだけよ。会社であんたの不倫が広まったのは、プライベートで届いた動画をみんなの前であんたが勝手に再生したからじゃない？私は会社に不倫の証拠を送りつけたわけでもないし、社内に不倫の事実を広めたのも私じゃないわよ。え、そうなるのか？そんな、じゃあ、夫にとって名誉毀損や侮辱罪は私を攻撃するための最大のカードだったようだ。そのカードが私に通用しないとわかったのだが、夫は次の反撃の言葉が見つからないらしく、焦る夫の額には汗がにじみ始めていた。この状況に夫はおそらく、このままでは私に論破されてしまうと思ったのだろう。それか、反撃の糸口を探すための時間を稼ごうとしたのかもしれないが、夫の話の流れを強引に切り替えてきた。この動画、撮影日が昨日だよな。昨日は金曜じゃないから、在宅勤務の日じゃないだろう。どうして家にいたんだ？私のテレワークは試験的なものって言ったでしょ？それでいろいろな改善点が出てきたの。ここまでは前にあんたに伝えたわよね。あんたが冷たい反応したからこの先を言えなかったんだけど、実はその改善点の一つに在宅勤務する曜日が上がったの。金曜は休日の前だから顔を合わせて打ち合わせしたいことがよく出てくるから、次の曜日に変更しようってなったの。じゃあ、今は在宅勤務の曜日が金曜日じゃなくなってるってことか？そういうことよ。私が家で仕事してたら、あんたが勝手に女を連れ込んできたから、慌ててクローゼットに隠れたのよ。寝室での会話も聞いてたから、不倫は結婚前から始まってたとか、私に冷たい反応をしてたのは、不倫を続けやすくするための演技ってことも全部バレてるわよ。そんな。不倫をしやすくするために、夫は私に冷たい態度をとって会話を避けていた。しかし、会話を避けていたことがあだとなり、在宅勤務の曜日が変わったことに気がつくことができなかった。反撃の糸口を探して、話の流れを変えようと思ったのだろうが、その結果、自分で自分の首を絞めたことに気がつくこととなり、追い打ちを食らう羽目になってしまったようだ。打ちのめされて、夫はすでにフラフラだが、そこに私はとどめを刺す。これだけはっきりした証拠があるんだから、無駄な言い訳せずに離婚してね。私が離婚を口にすると、夫はボディーブローを食らったように膝から崩れ落ちた。私は夫を KO することができたようだ。なあ、俺が悪かった。頼むから離婚するなんて言わないでくれ。夫は最初、私を訴えて道連れで痛い目に遭わせるつもりで強気だった。しかし、その反撃は失敗に終わり、最終的には離婚を突きつけられるという結末となったことで、
夫は情けなく私にすがりついてきた。さっき夫が口にした通り、不倫の動画を職場で流したともなれば、もうあの会社にはいられないだろう。そのため、夫はこれから仕事を失うことになる。また、不倫相手がどこの誰かはわからないが、夫の様子を見るに、私と離婚して不倫相手とくっつくという選択肢はないようだ。おそらく、相手が既婚者か、最初から体だけの関係と割り切った付き合いなのだろう。ここまで追い詰められて、夫はやっと私に不倫の謝罪をした。あまりにも遅い謝罪であり、誠意のかけらも感じられないので、もちろん私は夫を突っぱねる。許すわけないでしょ？離婚は決定よ。もう、私は自分の晩御飯を作っちゃったから、今日のところはあんたの方が出てってくれる？動けなくなり、何も言わなくなった夫を無視するように、私は自分の分だけの晩御飯を準備する。その後ろで力なく立ち上がった夫は何も言わずに家から出て行った。その後、決定的な証拠があるので離婚はスムーズに成立。離婚する際に不倫のことは詳しく分かった。元夫の不倫相手は同じ職場の女子社員で、入社した時にお世話になった先輩後輩の関係だったらしい。また、元夫が猫動画を見るときに集まってくる女子社員の一人だったらしい。そのため、元夫が不倫動画を再生したときに、不倫相手もその場にいたそうだ。可愛い猫が見れると思ったら、自分たちの喘ぎ声が流れ出してさぞ焦ったと思う。不倫相手がどこの誰か分かったので、私は元夫と合わせて不倫相手にも慰謝料を請求したのだが、不倫相手は既婚者だった。私が慰謝料を請求したことで不倫相手は旦那に不倫がバレた。向こう側も離婚の流れになると思いきや、旦那は不倫相手のことを許し離婚はしなかったらしい。私には考えられないが、考えや価値観はそれぞれなので、不倫を許してやり直したいと思う人もいるようだ。ただ、不倫相手側の夫婦は離婚しなかったが、相手の旦那は元夫にきっちりと慰謝料を請求した。私には離婚され、不倫相手は旦那とよりを戻し、元夫だけが何とも惨めな思いをすることとなったわけだ。さらに、元夫と不倫相手は職場で恥ずかしすぎる動画を見られ、不倫の話が社内に広まった。そんな会社で仕事を続けられるわけもなく、二人は会社を辞めた。不倫相手の方は支えてくれる旦那がいるのでまだマシだろう。しかし、元夫は一人になり、私と不倫相手の旦那に慰謝料を払わないといけなくなった。そのため、すぐにでも新しい仕事に就きたいところだろう。しかし、元夫は新卒で入社してからギリギリ3年経ってない。入社から3年以内の退職は印象が悪いので、就職活動に苦労しているようだ。まるで絵に描いたような転落人生だ。これからもしばらく苦労すると思うので、これで私を裏切ってきたことをチャラにしてやろう。私は離婚後、不倫に使われた家に住むことは気持ち悪すぎてできないので家を出た。今は小さなマンションを借りて一人で生活している。離婚した時、周りからはまだ若いので再婚の機会があると励まされた。しかし、離婚した私は価値観が変わり、結婚や恋愛をせずに一人でいるのも悪くないと思うようになった。今は結婚しなくても十分に人生を充実させたり楽しんだりできる時代なのだ。そのためまずは仕事を頑張っているところであり、そのうち趣味でも見つけようかと思っている。ただいま。遅くなってごめんね。昨晩帰宅しなかった夫と母が
夕方になって帰ってきた。闘病中の父がいるにもかかわらず、平気で家を開けて遊んできた二人。その態度に悪びれる様子はなかった。私は玄関に仁王立ちして、二人が当然のように家に上がるのを阻止した。ただいまじゃないわよ。これどういうことか説明して。夫の前に私は友人から送られてきた写真を突き出した。それは夫が女性とホテルに入っていく浮気現場を押さえたものだ。夫の隣に写っているのは私の母だ。一瞬驚いた顔をした夫はすぐにプッと吹き出して母と顔を見合わせる。あれ、もうバレたんだ。意外と早かったな。泉はもっと鈍感だと思ってたのにね。クスクスと二人で笑い合う姿に私は愕然とした。両親と同居を始めてから夫と母の距離が近くなっていることには気づいていたが、まさかこんなことになるなんて誰が想像しただろう。浮気を認めるってこと？信じられない。浮気じゃないよ、本気だ。夫はこれ見よがしに母の肩を抱くとニヤニヤと私の顔を見てきた。そんな夫に気持ちの悪さを感じて吐き気がする。あんたより私の方が魅力的だったってことね。それにゆずるくんには私の方が似合ってるわ。年齢も私の方が近いしね。勝ち誇ったように笑う母はもう私の知っている母ではなかった。夫と同様、母が女の顔をしていることにも気分が悪くなった。信頼していた二人からの最悪な裏切り行為に私はもう一秒たりとも同じ空気を吸っていたくなかった。出てって。え？もう顔も見たくない。あんたとは離婚よ。今すぐその女を連れて出て行って。はいはい、離婚離婚、全然 OK。 もともとバレたらそうするつもりだったしな。悲しみよりも憎しみの方が何倍も大きかった。ギリギリと奥歯をかみしめながら二人を睨んでいると、母は余裕の表情でおかしなことを言い始めた。別居は構わないけど、私お父さんと離婚する気はないから、離婚の話し合いはゆずるくんと二人でやってね。は？何を勝手なことを。お母さんたちも離婚に決まってるでしょ。何言ってるのよ。どうせもうすぐお迎えが来るんだし、こんなに長いこと付き合ってやったんだから、今さら遺産を放棄する気はないわよ。そうそう、退職金もたんまりあったはずだしな。離婚したらせっかくの遺産がもらえなくなるだろう。二人の身勝手な言い分にはため息しか出てこない。私はもう一刻でも早く二人をここから追い出したかった。その時私の後ろから父の大きな声が聞こえてきた。今すぐここから出ていけ。綾子、このままお前とは別居でいい。お前のことを愛していたが、娘を傷つける相手となったからには容赦しない。ゆずるくんも覚悟をしておけ。父の剣幕にも母はうすら笑いを浮かべていた。はいはい、じゃあ次はお葬式で会いましょう。それまでは顔を出すこともないから何かをしたくてもできないわね。せいぜい可愛い娘と短い余生を楽しんでね。最低な言葉だけを残して二人は出て行った。大丈夫、あいつらの好きにはさせない。俺に任せておけ。悔しさから涙が溢れて動けないでいる私の背中を父は優しくさすってくれた。しかし親子二人での穏やかな時間はそう長くは続かず、容態が急変した父はそのまま帰らぬ人となった。知らせを受け、にやけた顔で遺産を受け取りに来た母と夫に、父はあるものを準備していた。
告別式が始まる。これから二人を地獄に落とす私と父の復讐劇が始まるのだ。私は泉、26歳。離婚して父と実家で二人暮らしをしている。父は末期の癌で自宅療養中だが、調子が良ければ二人でお茶を飲んだり、映画を見たりして過ごしている。二人っきりで暮らすようになってから、穏やかで平和な日々を送れていることが私の幸せだ。三ヶ月前のあの日、私と父は人生において、最低で最悪で絶望的な気分を味わった。私と夫が両親との同居を始めたことで、家族がこんな風に壊れてしまうなんて、あの頃は想像もできなかった。離婚した夫とは、父の会社の創業記念パーティーで知り合った。大学の卒業を控えた22歳の時だ。一緒に参加する予定だった母が腰が痛いというので、急遽私が代理で参加することになったのだ。高田部長、飲み物のグラスは受け取りましたか？ホテルの会場に入ると、父の部下の男性が声をかけてきた。その男性こそが、後に夫となるゆずるだった。ああ、いや、まだ受け取ってないよ。来たばっかりなんだ。泉、こちらうちの営業部の期待の星、福原ゆずるくんだ。夫はシャンパンの入ったグラスを二つ持ってくると、部長やめてくださいよ、と笑って、私の方を向いて頭を下げた。はじめまして、福原です。高田部長にはいつもお世話になっております。こちらこそ、いつも父がお世話になっております、娘の泉です。初めて会った時、夫は濃紺のビジネススーツがよく似合う、爽やかな好青年という印象だった。社長からの挨拶があり、皆で乾杯をすると、その後はフリータイムになった。私も父について一通り挨拶をして回ると、空いているテーブルに腰掛けて軽食をつまむことにした。父は親しい社員の方々と楽しそうにグラスを交わしている。楽しんでますか？よければデザートでもお持ちしましょうか？ああ、いえ、ありがとうございます。自分で取りに行くので大丈夫ですよ。私が一人で座っているのを気にして、夫は話し相手をしに来てくれたようだ。福原さんはおいくつですか？すごくお若く見えますけど、期待の星ということは相当仕事ができる方なのでしょうね。いえいえ、こう見えてもうすぐ33歳になるんです。入社してもう10年経つので、期待のと言われると新人みたいですよね。夫は恥ずかしそうに笑って頭をかいた。確かに夫は落ち着いた雰囲気を持っていたが、20代にしか見えない無邪気さと爽やかさがあった。え、そうなんですか？私と11歳も年の差があるようには見えませんね。11歳差、ということは大学生？はい、もうすぐ卒業して保育士になるんです。憧れの職業だったんですけど、いざ決まると緊張が半端なくて。社会人になる私の不安な気持ちを、夫は真剣に聞いてくれて、いろいろとアドバイスをしてくれた。すっかり打ち解けた私たちは、その場で連絡先を交換し、時々食事に行っては相談に乗ってもらうようになった。当時の私にとって、夫は社会人の大先輩という位置づけだったと思う。だから、それから何度目かの食事の後に、一目惚れでした。お付き合いしていただけませんか？と言われた時は本当に驚いた。年の差はあれど、この頃には夫のことを信頼できていたし、好感を持っていたので断る理由などなかった。卒業して保育士として働き始めても、夫はいつも優しく支えてくれたのだ。こうして2年の交際を経て、私たちは結婚することになった。
うちの家に初めて挨拶に来た時、母を見た夫は驚いていた。不穏の種はすでにこの時にまかれていたのかもしれない。え、お母様ですか？はい、母の綾子です。娘とは背丈も体型も似てるので、よく姉妹に間違えられるんですよ。この子にとっては迷惑な話でしょうけどね。夫が驚くのも無理はない。母は父より9歳年下で、挨拶当時は45歳だった。21で私を産んだ母は体型も崩れておらず、周囲からは実年齢よりもかなり若く見られていた。よく似ていると言われるが、母は正統派の美人で、私は父似のほんのり狸顔だった。いえ、本当にお綺麗です。母を見つめたまま言葉に詰まってしまった夫に父が助け舟を出した。おいおい、福原くんが困ってるじゃないか。ほら、お前たちお茶を準備しなさい。そのまま和やかに挨拶は進み、夫は両親とすぐに打ち解けていった。しかしこの時の夫の反応が困っていたわけではないことを、私は後から知ることになるのだ。結婚式は夫が父の部下ということで、会社の人たちもたくさん出席する盛大なものになった。義家族も遠くから総出で出てきてくださり、本当に幸せな式となった。結婚後も夫は変わらず優しく、近くに住むうちの両親のことをいつも気にかけてくれていた。今度お父さんたちと温泉旅行にでも行こうか。お母さん腰が弱いんだろ？ありがとう。父が上司だったからってあんまり気を使わなくていいんだからね。何言ってるんだよ。泉のことが好きだから、一緒にご両親のことを大切にしたいだけだよ。というか、二人のことが俺も大好きなんだよね。私がいなくても、三人でずっと話をしているほど、両親と夫は本当に仲が良かった。だからこそ、幸せな結婚生活がこのままずっと続くのだと、私は信じきっていたのだ。結婚して一年が過ぎた頃、母から電話がかかってきた。それはとてもショックな内容で、私はその日のうちに夫に相談をすることにした。あのね、ちょっと相談があるんだけど、今日お母さんから電話があって。何かあったの？うん、お父さんのことなんだけど、実はお父さん前に完治したと思っていた病気が再発したみたいなの。定期的に検査はしてたんだけど。夫に説明しながら私も動揺して声が震えてしまう。え、それって？うん、かなり進行していることが分かったらしくて、今後は介護が必要になってくるかもって。だから会社を早期退職して自宅で治療に専念するらしいの。父が数年前に癌の手術で会社を休んでいたことを夫も覚えていたようだ。治療といってももう手術でどうにかできる状態ではなく、今後は通院での緩和ケアを受けることになる。すぐにってわけじゃないけど、お父さんの体力が落ちてきたら、仕事帰りに向こうに寄ってから帰ってきてもいい？お母さん昔から腰が悪いから負担を減らしてあげたいの。それじゃあ泉も疲れちゃうだろ。お父さんたちさえ良ければ同居するのはどうだろう。元気なうちに俺も親孝行をいっぱいしておきたいしさ。そこまで頭が回っていなかった私は、夫から同居という提案がなされたことに驚いた。本当に嬉しかったが不安もよぎる。いくら仲がいいと言っても生活を共にするというのはまた別の話だ。え、大丈夫なの？大丈夫だよ。お父さんには仕事でもお世話になったから恩を返したいと思ってる。でも何より君の両親のことが本当に好きだから役に立ちたいんだ。夫は私の父のことを実の親のように考えてくれていたのだ。この人と結婚して本当に良かったと私は心から思った。両親にこの話をすると、
私と同じように喜んでくれ。父が退職してから同居をスタートすることが決まった。母とは家事の分担をし、朝と夕方の食事は私が作ることにした。実は母は料理があまり得意ではなく、中学生の頃から夕飯の準備は交代でやっていたほどだ。父が退職してすぐに、私たちは退職祝いと同居祝いを兼ねて4人で旅行に行った。父は病気を感じさせないほどに元気で、こんな日が長く続けばいいと願っていたのだが、半年を過ぎる頃には、父の体はだんだんと弱っていき、ベッドで横になっている時間が増えた。ねえ、泉、仕事を辞めることってできない？お父さんの世話って思っていたよりも腰にくるのよ。できれば介護はあなたにやってもらいたいんだけど。わかった。同居前から園長には相談してあるの。大好きな保育士の仕事から離れることは寂しかったが、今は父との時間の方が大切だった。翌月には保育園を辞めさせてもらい、腰の悪い母が料理以外の家事を、私が父の介護をすることになった。私が父の世話をするようになると、母の行動に変化があった。ちょっと出かけてくるわね。夕方には戻るから。午前中に家事を終わらせると、母はしょっちゅう家を空けるようになったのだ。ねえ、何の用事があってそんなに出かけるの？お父さんのこと心配じゃないの？家事はちゃんとやってるんだから文句ないでしょ？それにお父さんの介護はあなたの役目なんだから、私が家にいたって意味ないじゃない。そういう問題なのだろうか。父と過ごせる時間がそう長くはないことを母も知っているはずなのに。私が家にいるようになってから母は生き生きとしてきたように見えた。すまんな、泉に仕事まで辞めさせてしまって、やっと夢だった保育士になれたっていうのに、母さんに世話をしてもらうのはやっぱり無理だったか。いいのよ、私がお父さんと一緒にいたくてやってることなんだから。それにお母さんのわがままは今に始まったことじゃないしね。私たちは顔を見合わせてくすりと笑った。父にとって9歳年下の美人な母は、19歳で初めて会った時からずっと変わらずお姫様なのだ。母がずっと綺麗でいられるのは、父に愛され自由にさせてもらっているからなのかもしれない。それともう一つ、私には気になることがあった。夫と母の距離感が妙に近くなったように感じるのだ。ゆずるくん、おかえり。お疲れ様の乾杯しよう。夜、お酒が好きな母は帰宅した夫を誘って晩酌をするようになった。私もおしゃべりに加わるが、父のお世話があるので一杯程度しか付き合えない。私が父のトイレの介助をしている間も、母はキャーキャーと楽しそうな笑い声を上げていた。お前たちが来てくれて、母さんは本当に楽しそうだな。父は微笑んでいたが、その顔は少し寂しそうだった。夫が母と仲良くなってくれるのは嬉しいことだが、日を追うごとに二人の距離が近くなっているようで、私も複雑な思いでそれを眺めていた。今日お昼からゆずるくんと買い物に行ってくるわね。昨日荷物が多くて帰りが大変って話をしたら、ゆずるくんが車出してくれるっていうの。毎日家事をしてくれてるお母さんのために親孝行してくるよ。晩酌用のお酒もついでに買ってくるね。二人は楽しそうに出かけていき、私はなんだか置いてきぼりを食ったような気持ちになった。家事より介護してる私の方が大変なんですけど、なんて意地悪な言葉を心の中でつぶやいてみる。
まあそんなことを言っても仕方がないのだけれど。しかしこの日を境に母と夫は二人で出かけることが増えていったのだ。父もあまりいい気分ではないだろう。週末の晩酌以外は外で済ませてくるようになり、私は完全に蚊帳の外になった。あいつらまた二人で出かけてるのか？そうみたい。今夜もどうせ御前様よ。二人の間に何かがあるとは微塵も思わなかったが、母のわがままにも、それに付き合う夫にもいい加減腹が立っていた。仲がいいのはいいことだが、私や父に対する配慮が一切感じられない。介護が私の役目だと言っても、自分たちだけが好き勝手してもいい理由にはならないだろう。もやもやとしたまま、二人の帰りを待っていると、夫から電話があった。ごめん、ちょっと調子に乗って飲んでたら終電逃しちゃって、お母さんベロベロに酔っ払ってるから、今夜は近くのビジネスホテルに泊まってくるよ。私は耳を疑った。は？タクシーで帰ってくればいいじゃない？いや、実はもうホテルにいるんだ。お母さんもう眠っちゃってるし、午前中に帰るようにするから、ごめんな。それだけ言って、夫は電話を切ってしまった。いくらなんでも二人で泊まってくるなんてありえないだろう。もやもやとしていたものは、ムカムカとした怒りの感情に変わっていった。私は自室に戻り、枕を手にすると、思いっきりベッドに叩きつけた。そして父に聞こえないよう、バカ野郎！と、枕に顔を埋めて叫んでいた。翌日、二人はお昼になっても帰ってこなかった。メールを入れても返事はない。おはよう。母さんたちは結局何時に帰ってきたんだ？うん。昨日はお母さんが酔いつぶれて泊まってくることになったみたい。私は父の顔を見ることができずに下を向いた。まさか何もないとは思うが、お前は大丈夫か？うん、さすがに今回はお母さんに失望したかな。ゆずるさんにもがっかりしたけど。病気と戦っている父が家にいるのに、平気で遊び歩いている二人が許せない。帰ってきたら、もう我慢などしないで、これまでの怒りをぶつけてやろうと思っていた。ところがお昼を過ぎた頃、とんでもない電話がかかってきた。もしもし、泉？今時間ある？エリコ？帰ってきたんだ。時間はあるけど何？久しぶりに電話をかけてきたのは、近所に住む幼馴染で親友のエリコだった。大学卒業後、県外に就職したエリコとは、今でもとても仲がいい。ねえ、昨日の夜、駅裏で泉んちのおばさんを見かけたんだけど。勢いよくそこまで行ったところで、エリコは言いよどんだ。どうしたの？うん、昨日こっちに戻ってきて、駅裏にあるお店で飲んでたんだけど、おばさんが男と二人でホテルに入っていくのを見ちゃったのよ。私、おじさんがかわいそうになっちゃって。エリコが言いたいことはわかっている。駅裏にあるホテルといえば、このあたりでは、ラブホのことを意味していた。まさか。それ私の夫だよ。そう言いかけて私は口をつぐんだ。なんとなく言葉にすることができなかったのだ。まさか、そんなはずはない。母親が娘にそんなひどい仕打ちをするはずがないだろう。一応写真撮っておいたから、後で確認してみて。電話を切った後、エリコから送られてきた写真に写っていたのは、べったりと体を密着させ、見つめ合ってホテルに入っていく母と夫の姿だった。エリコは相手が夫だと気づいていたのかもしれない。目の前の世界がぐらりと揺れて倒れ込みそうになる。ふざけるな。私と父のことを何だと思っているのだ。冗談にしては度が過ぎているだろう。私はすぐに父の元へと向かった。
結局二人が帰ってきたのはその日の夕方だった。ただいま。遅くなってごめんね。闘病中の父がいるにもかかわらず平気で家を開けて遊んできた二人。その態度に悪びれる様子はなかった。私は玄関先に仁王立ちして二人が当然のように家に上がるのを阻止した。ただいまじゃないわよ。これどういうことか説明して。夫の前に私は友人から送られてきた写真を突き出した。一瞬驚いた顔をした夫はすぐにプッと吹き出して母と顔を見合わせる。あれ、もうバレたんだ。意外と早かったな。さすがに泊まりはまずかったか。泉はもっと鈍感だと思ってたのにね。クスクスと二人で笑い合う姿に私は愕然とした。こういう時はもっと焦って言い訳をするものではないのか。両親と同居を始めてから夫と母の距離が近くなっていることには気づいていたが、まさかこんなことになるなんて誰が想像しただろう。浮気を認めるってこと？信じられない。浮気じゃないよ、本気だ。お前に一目惚れしてプロポーズしたのは本当だけど、お母さんを見た時に運命の相手を間違えてたことに気づいたんだ。お前は彩子さんに似てただけ。彩子さんは完璧だよ。夫はこれ見よがしに母の肩を抱くとニヤニヤと私の方を見てきた。そんな夫に気持ちの悪さを感じて吐き気がする。あんたより私の方が魅力的だったってことね。あの人は甘やかしてくれるから好きだったけど、私に甘えてくるようになったらただのお荷物でしかないわね。父のことをあの人と母が言ったことに私は衝撃を受けた。母にとって父はもう過去の存在なのだろうか。夫と同様、母が女の顔をしていることにも気分が悪くなった。それにゆずるくんには私の方が似合ってるわ。年齢も私の方が近いしね。勝ち誇ったように笑う母はもう私の知っている母ではなかった。信頼していた二人からの最悪な裏切り行為に私はもう一秒たりとも同じ空気を吸っていたくなかった。出てって。え？もう顔も見たくない。あんたとは離婚よ。今すぐその女を連れて出て行って。はいはい、離婚離婚。全然 OK。もともとバレたらそうするつもりだったしな。悲しみよりも憎しみの方が何倍も大きかった。今度お父さんも交えて離婚の話し合いをするから、それまで帰ってこないで。ギリギリと奥歯を噛みしめながら二人を睨んでいると、母は余裕の表情でおかしなことを言い始めた。別居は構わないけど、私お父さんと離婚する気はないから。離婚の話し合いはゆずるくんと二人でやってね。は？何を勝手なこと。お母さんたちも離婚に決まってるでしょ。何言ってるのよ。どうせもうすぐお迎えが来るんだし、こんなに長いこと付き合ってやったんだから、今さら遺産を放棄する気はないわよ。そうそう、退職金もたんまりあったはずだしな。彩子さんには受け取る権利があるんだ。離婚したらせっかくの遺産がもらえなくなるだろう。二人の身勝手な言い分にはため息しか出てこない。こんな人たちだったっけ？化けの皮が剥がれて、醜い部分が露出してしまったようだ。私はもう一刻でも早く、ここから出て行ってほしかった。その時私の後ろから、父の大きな声が聞こえてきた。今すぐここから出て行け、彩子。このままお前とは別居でいい。お前のことは愛していたが、娘を傷つける相手となったからには容赦しない。ゆずるくんも覚悟しておけ。父の剣幕にも母はうすら笑いを浮かべていた。はいはい、じゃあ次はお葬式で会いましょう。それまでは顔を出すこともないから何かしたくてもできないわね。せいぜい可愛い娘と短い余生を楽しんでね。最低な言葉だけを残して二人は出て行った。悔しさから涙が溢れて
動けないでいる私の背中を父は優しくさすってくれた。大丈夫、あいつらの好きにはさせない。俺に任せておけ。介護が必要になってきたとは思えない力強さがそこにはあった。それは子供の頃から私が知っている頼れる父の姿だった。それからもう一度父を除いた三人で話し合いをし、私と夫は離婚、二人の荷物は引っ越し業者に頼むことにした。慰謝料を請求すると夫からはすぐに一括で振り込みがあった。母には慰謝料の請求はしていない。一応育ててもらった恩と縁切りの意味を込めてのことだった。こうして始まった父と二人きりでの生活は平和で穏やかなものだった。もともと母も夫も何もしていなかったので困ることなどなかったのだ。二人での生活リズムもでき、夫や母のことなどを忘れかけた頃、父の容体が急変した。休日だったため、主治医と連絡が取れず、救急車で病院に運んだが、父は意識が戻らないまま、一週間後に亡くなった。私はたった一人の家族を失い、悲しみの底に沈んだ。通夜の晩、会社で知らせを聞いたであろう、元夫と母が当然のような顔をしてやってきた。当たり前のように親族席に座り、会社の人たちの前で泣いてみせる二人の姿に本当に唖然とした。何しに来たの？あなたたちは呼んでないんだけど。夫が亡くなったんですもの。妻が来るのは当たり前でしょ？それに葬儀が終わったら遺産の話もしなきゃいけないしね。相変わらずニヤニヤとしたいやらしい顔つきで私を見てくる二人だが、会社の人にバレるのはまずいと思っているのだろう。つや振る舞いが終わると、会社の人たち全員を見送ってから帰っていった。離婚して嫁の母親と一緒に暮らしているなど、会社では口が裂けても言えないだろう。二人が帰るのを見届けて、私は残っていた葬儀場の担当スタッフと翌日の打ち合わせをしておいた。ニヤニヤしていられるのも今のうちだ。これから父と私の復讐劇が始まるのだから。告別式には父との最後の別れのためにたくさんの人が集まってくれた。私にも優しい言葉をかけてくださり、父がどれだけ皆に慕われていたのかがよくわかった。昨日と同じく、あたかも親族のように会社の人にお悔やみの言葉をかけられている母と夫に後ろから塩をまきたい気持ちになる。でも今はまだ我慢だ。参列者が全員席に着くと、進行役の担当スタッフがマイクを手に声を上げた。告別式の準備が整いましたが、式の前に故人様より奥様に宛ててメッセージがございます。まずはそちらを先にご案内させてください。しんと静まり返った斎場の中に生前の父の声が流れ始めた。綾子、結婚してから27年、長い間僕のそばにいてくれて本当にありがとう。母は大きく目を見開いて父の遺影を見つめている。父の声に参列者からはすすり泣く声が聞こえてきた。わがままなお姫様のような君を僕はずっと可愛いと思ってきた。喧嘩をするたびに君は離婚届を差し出してきたね。僕は許してほしくて、君の欲しいプレゼントと交換に離婚届を破り捨ててきた。参列者からはクスクスと笑いが漏れる。母もうなずきながらハンカチで目頭を押さえていた。けど僕は途中からだんだん面白くなってきてね。死ぬまでに一体何枚の離婚届を突きつけられるんだろうって。だから取っておくことにしたんだ。僕たちの大事な思い出の品としてね。え？
横で母が小さく声を漏らした。僕はいつでも可愛い君の願いを叶えてあげたかった。だから最後に君の願いを叶えるために離婚届を役所に出しておいたよ。これが僕がしてあげられる君への最後のプレゼントだ。母は顔面蒼白になった。父の声はまだ終わらない。君はもう自由だ。娘から不倫の末に奪った私の部下のゆずるくんと末永く幸せに暮らしてくれ。もう来世で君を選ぶことはあるまい。さようなら。斎場は一気にざわつき始めた。青ざめる夫とまだ事態がよく飲み込めていない母だけが微動だにしない。え、どういうこと？震える声でつぶやく母に、父に代わって私が答えてやる。お父さんとお母さんはもう正式に離婚してるってことよ。相続の権利もないけど、自由になったってことね。私が言い終えた途端、我に返ったように母は発狂し始めた。はあ？相続の権利がないってどういうことよ。私はそんなこと認めてないわよ。慌てたように夫も声を荒げ始める。もう周りが見えていないようだ。おい、なんだよそれ。27年も連れ添って妻に何も渡さないなんてありえないだろ。あなたたちが不倫をして家を出て行ってからすぐに離婚は成立しているの。離婚届を書いて判を押したのは母自身で偽造なんてしてないわ。母はすっかり顔色をなくし、膝の上で握りしめた両手がブルブルと震えている。お母さんはね、年に2回は離婚届を突きつけてハイブランドのバッグやジュエリーを手に入れていたのよ。遺産は手に入らないけど、父からはもう十分いろんなものを贈与してもらってるの。夫は驚きのあまり母の方を見た。これからはあなたが父の代わりをするんでしょ？お母さんはわがままな金食い虫なのよ。頑張ってね。嘘だろ。本当に綾子には1円も入らないのか？常識で考えてみてよ。離婚した赤の他人に遺産を受け取る権利なんてあるわけないでしょ。震えていた母は私をきっと睨みつけると金切り声を上げた。うるさい、うるさい、うるさい。あんたが受け取る遺産を私によこしなさいよ。これまで育ててもらった恩をここで返しなさい。全額私によこせ。あまりの醜さに私の怒りのボルテージも上がる。斎場中に響き渡るように大きな声で言い放ってやった。は？恩ならもう返したじゃない。私の最愛の人をお母さんには譲ってやったわ。慰謝料も請求せずにね。どんだけ強欲なのよ。母の顔は怒りで真っ赤になり、まるで般若のようだった。いや、金の亡者とでも言うべきか。私は深呼吸をしてゆっくりと言った。お母さんが家族を捨てた日から私にも母親はいなくなったの。あなたの老後の世話をするつもりがないからゆずるさんに面倒を見てもらってね。は、言われなくてもそうするわよ。もういいわ。ゆずるとはすぐにでも結婚するんだから。その言葉に私は思わずふふっと笑いが漏れてしまう。本当にバカな人。何よ。最後に面白いこと教えてあげるわね。あなたたち結婚できないわよ。は？直系婚族同士は結婚できないのよ。私と離婚しても私の母親とは結婚できないってこと。意味がわからないなら自分たちで調べてみれば。二人はにわかには信じられない顔をしている。お母さん、早めに養子縁組でもしといた方がいいんじゃない？60歳過ぎて赤の他人のままだと年下のゆずるさんに逃げられちゃうかもよ。私が高らかに笑うと二人は間抜けな顔のままポカンとしていた。さあそろそろ出て行って。家族を裏切った人たちに父の葬儀に出てほしくないの。ほら、さっさと出て行きなさい。私は立ち上がると二人を見下ろして大きな声で言った。自分たちの置かれた状況がわかっている？ここにいるのは父を大切に思っている人たちばかりなのよ。母と夫はハッとしたように周りを見渡す。
城内の人たちは皆立ち上がって二人に冷ややかな視線を向けていた。ゆずるさん、半分以上はあなたの会社の皆さんだと思うんだけど。違う。夫が叫ぶと同時に母も立ち上がると、二人は逃げるように走って斎場を出て行った。尻尾を巻いて逃げ出すとはまさにこんな感じなのかもしれない。二人の姿が見えなくなった途端、参列者からは拍手とよくやったというねぎらいの言葉が飛び交った。祭壇の方に目を向けると、遺影の父が笑っているように見えた。父と私の復讐劇のフィナーレだ。私は前に立ち、参列者に向けて深々と頭を下げた。それではこれより告別式を開始します。そしてようやく父の死を心から悼んでくれる人たちと共に、心穏やかに最後のお別れができたのだった。その後私は実家を売って、エリコが住んでいる町に引っ越しをした。生まれ育った家を手放すことに抵抗がなかったかというと嘘になるが、そこにいるといつか母が戻ってくるような気がして、完全に母との縁を切っておきたかったのだ。夫は葬儀場での失態から出社することが怖くなり、そのまま自主退職することになったようだ。父が期待の星と言った通り、順調に出世街道を歩いていただけに無念で仕方がないだろう。でも代わりに完璧な運命の人と出会えたのだから、それくらい大したことではないはずだ。夫と母は今も一緒に暮らしている。養子縁組をしたかはわからないが、他にいい男でも現れない限り、一人になった母が夫を手放すとは思えない。会社を辞めた夫にとって、本当の地獄はこれからなんじゃないかな。自由気ままなわがまま姫を作り上げたのは間違いなく父で、母をコントロールできたのもまた父しかいなかったんじゃないかと思う。母に振り回される夫の姿が目に浮かぶが、二人がどうなろうと、もう私の知ったことではない。私は引っ越し先で大好きだった保育士の仕事に復帰した。近くに親友で独身のエリコも住んでいるので心強い。昔のようにお互いの家を行き来し、遊びに行ったり飲みに行ったり、なんだか青春が戻ってきたようだ。時々遊び半分で合コンにも参加はするが、一目惚れです。という言葉に私がほだされることは二度とないだろう。これからも天国の父を心配させないよう、周りの人を大切にして幸せな人生を歩んでいこうと思っている。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我ゆりです。今回はなんというかすごく綺麗なお話というか、スカッとする話でしたね。まあ、祭儀場で繰り広げられる骨肉の争いを本当に見にくいなとは思いますが、まあ、無事に制裁が下ってよかったなって思いました。皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。